い、皆さんこんにちは、サンディです。今日はですね、前にリクエストがあったアリエクスプレスっていう、中国の通販サイトのチュートリアルをしていきたいと思います。普通にアプリを押して登録をして使っていきたいと思います。まずはざっとどうやって使えるか、どんなものがあるかざっと見せていきたいと思います。で、まずですね、まあここはいろいろね、こうまあカテゴリーやればいろいろあります。まあ例えばですね、まあ、私はねこのチャンネルでは主にメイクなので、メイク押すとまたカテゴリー別になります。じゃあまあ例えばですね、まあ、ハロウィンが来るっていうことですね。ボディメイクとか顔とかに使えるね、ちょうどこのボディとかにこれめちゃくちゃ使えるんですよ。で今はねクラブとかにもイベントとかハロウィンのイベントあるので、こういうのも買うのかなみたいな、私はもうこれをお気に入りに入れています。でこのお気に入りをねどうやってわかるかっていうと、このハートがあるところがあると思うんだけど、これね、この消えて、ま、ついて、ここを押すと、お気に入りみたいな感じでなります。で、見てもらってわかると思うんですけど、もうすでに、日本円になっていますので、安心ですね。下に行くと、フィードバックっていうのがあって、わかんない人は、これはまあ、買った人の評価になります。で、注文は172個注文今までされたよっていうことです。頑張るリストっていうのは、まあ、これはまあお気に入りに入れてる人たちの数で、クーポンもあるのでクーポンも取得できます。で、見てもらってわかると思うんだけど、送料は無料とか、ものによってはかかるところもあるので、それはちょっと自分でチェックしてみてください。まあこんな感じでね、無料って書いてあります。こちらはカラーって書いてありますので、まあこれに関してはね、いろいろ色があるので、選んでこう選ぶと単価1個分の値段が出てくると。で多分これはセットで買えるかな、セットでも買える。セットだと一時1個ずつカゴに入れなくても買えるってことなので、セットだと1909円になる。で、あとは数量も変えられます。こうやってね、数量ここにね、下のところにカードに追加します、今すぐ買いますっていうのがあります。カードに追加っていうのは、まあ一応カードに入れとくよみたいな感じです。すぐには買わない。で、すぐ買う場合は、まあ、すぐ買いますって押します。で、ここにいろいろデータが出るので、今はモザイクにかけてるんですけど、でここで、説明したいのがですね、まあ登録してあるのでこうデータが出てくるっていう感じです。で今はアリエクスプレスはクレジットカードとデビットカードが使えます。で種類も決まっているので、今のところはビサとマスターカード、これなんだ、マスターカードに似てるね。あとは、アメリカンエクスプレスかな、多分これ。多分 JCB は使えないかなと思います。デビットカードは、コンビニでも買えます。クレジットカード持ってない人は、コンビニで、買えます。確か、ビザのあります。で、3000円、5000円っていう感じであったと思います。1万以上あったかわかんないかな。もうでも私が買ったことあるのは3000円で、デビットカード、まあそのコンビニで買うのはまあメリットとデメリットがあって、メリットとしてはまあ自分の個人情報はまず個人情報っていうか、まあクレジット自体持ってないので、銀行とかそういうお金の面としてはバレるものがないので、そこは安心かなと思います。で、デメリットだと、まあ、うまく買えば使い切れるだろうけど、もしかしたら使い切れない。例えば、まあ、いろいろ買って、まあ、9円余ったよ。
で組み合わせて使うってことがまずありではできませんなので、まあそういう感じだとね、まあうまく使いこなせれば全部使い切れることができると思うんだけど、3500円みたいな感じだったと思うので、まあそこがちょっとデメリットかなってとこです。で今のとこ私は結構何回もアリエクスプレスでクレジットカードを使って、最初はそのコンビニだったんだけど、その後普通にクレジットで、今のとこは何も問題はないです。なのでまあこれはね、保証はしきれない部分はあります。だけどこれに関しては私が知ってる限りでは、まあ届くとメルカリとかと同じで、届くと届きましたよっていう承認をしないといけないですね。ってことは、届かなきゃまずお金は仮入金しても届かなかったら貸してくれるっていうシステムはあるので、そこは安心じゃないかなと思います。でトラブルがある場合は問い合わせもできますし、出品者とのメッセージ交換もできます。まあそれは多分英語になるかなと思います。まあこれを押すとですね、クレジットカードとかデビットカードの情報が入れられます。でまあここでね、もう一度自分の買うものを確認することができます。ボディペイント1909円、数量が1個、ここでまた増やすこともできます。で増やすことによって見れば分かると思うけど、下の方ね、合計も変わります。今3800だったのが1900に変わると、こうやってちゃんと、すぐに変えてくれるので、すぐ分かるとこがすごくいいですね。でまあ送料無料と。でセーラーっていうのはまあその出品しているお店の名前で、ここにメッセージ、なんかこうなんだろうな、特に なんだろう、なんかこうまあメッセージがこうしてほしい、ああしてほしいとか、例えば12だけど何色はちょっと別にしてほしいとかさ、そういうのが別に包んでほしいとか、なんかそういうことかな。私は特にこのメッセージっていうのは使ったことないのでちょっとわかんないです。まあそんな感じね。あとはここを注文しますって押せば、今は私はこれ買わないので押せばですね、買う感じになります。でまあこんな感じで、注文はこんな感じです。でここでね、見せたいものがあります。まずフィルターに関しては、フィルターかけることができますので、例えば価格だったら、最大いくらまでのものを表示するとか、携帯だけの取引とか、まあ、これは使わないと思う。送料無料にせよ、送料無料だけのものを表示。1枚だけとかセール、まあ、1枚だけとか別に知らないかな。まあ、これだとセールのものが表示されると。あとは価格ね、まあ安いものから、高いものから表示することもできます。11万円とか、これはちょっと怪しいですね。あとチェックしてほしいのも、転送もね、これほら、12万もかかってるし、注文ですよ、これ。0。これもね、チェックした方がいいと思います。これだと安心できるかどうかもわかります。今評価も入ってないので、誰も買ってないから、ちょっとね、まだ、どうなんだろうっていう感じですね。次、その横にね、注文っていうのがあって、注文で押すと、まあ言ったら注文数が多いものから表示される。まあ注文数多い分、まあ信頼はあると思うよね。でも 100% とは言い切れないです。例えば一番上のは 4.8 星がね、その後が 4.9 と、これとかまあ5っていうのがあって、5はもう最高なんですよね。はい、でそうで、まあまあ、こうやって見ていくとね、まあ値段が書いてあって、まあさっきも説明してて、さっきはここまでだったんだけど、していくとね、ここに評価があります。
アリエクスプレスのいいところは、こうやってね、評価ができる。しかも写真が載せられるので、実際買った人がどんなもの、どういう状態で、どんなもので、どんな大きさでとか、で、自分がチェックすることができます。それはすごく使えるなと思いました。それがね、すごい私の中では、アリエクスプレスは買いやすいなと思ってます。なんとなく自分でチェックできるからね。で、例えばこの人だと、まあもうこう日本語で訳されてるんだけど、たまに変な日日本語になっちゃうんだよね。まあそれはなんとなく自分で、理解するしかないです。ちなみにね、日本の人は買ったかどうかもチェックできます。はい。ここに、日本の旗があると思うんだけど、ここでね、日本の人が買うと、数字が出てきて、押すと、まあ、日本語のっていうか、日本の人の評価も出てきます。今回はないので、はい、しょうがないですね。で、例えば、これ、まあ、例えばね、悪い評価とか、もう一応見た方がいいんですよ。いい評価はもちろんね、気に入った人はいい評価しかないと思うけど、逆にね、気に入らなかった人の、例も見ていた方がいいんじゃないかなって私は思います。なので、いくら上にね、表示されてなくても、押すと出てきます。その分ね、こうやって、ちょっと何が良くなかったとか、っていうね。で、やっぱりどうしても、いいと思う人もいれば、悪い、嫌だっていう人もいるから。あとはですね、この評価に関しては、こう、小オリジナルっていうのがあって、まあね、英語がわかる人だったら、日本語の変な和訳より英語が理解できるよっていう人は、こう押すと、まあこの人はロシアだから、ロシア語できる人はいいかもしれないね。まあこうやって英語に戻ります。なので、自分で。理解できる人は英語にもできます。で、この人の場合はすごい親切ですよね。押すとね、メジャーで測ってくれてます。まあ、ちゃんと測ってあるか、そうだね。うん。測ってありますね。まあ、こういう親切な人は、ちゃんとね、こうやってやってくれます。なので、自分がもしね、何かこう、商品買った時に、同じくこういう、ね、評価をして、人のためになる、になるよっていうアピールもできるのでね、そしたらみんなもやるようになるのでって私の考えです。まあめんどくさかったら別にしなくてもいいんですけど、結局はちょっとね、求められる時があります。まあ断ることもできます。フィードバックを残してくださいとか、メッセージ出てくると思うけど、まあ残さなくてもいいしね、それは自分の意思でいいです。はい、じゃあこれはね、まあ、こんな感じでね、これに関しては写真があるのですごい分かりやすい、使い方も教えてくれる人ですし、はい、まあいいですね。他はまあこんな感じですね。自分で。ではこのアリエクスプレスのチュートリアルはパート1はここで終わります。まだパート2が、アップされます。で、多分パート3もあるんじゃないかなと思うので、チェックしてください。とりあえず基本的な使い方と注文の仕方を、解説しています。またよかったらパート2も見てください。またねー。